今日は小西洋平選手と堀川俊弘選手と高野二郎選手に来てもらいました。どうも、こんにちは。今年のファン感は運動会をやります。はい、よいしょ。いいね。で、懐かしいね。今から競技を決めます。なんかいい案ありますか？まあでも運動会といえば玉入れとかな。玉入れですね。大玉転がしみたいな。大玉っていうタイプ。めちゃくちゃ遅く大玉、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 大玉っていうタイプな。大玉転がし。そうな。確かにそうっすね。あとは何してた運動会なんすかね。じゃあ組体操やりましょう。あ、いいかも。いいかも。めっちゃ人じゃん。サボテン、サボテン、サボテン、すんのでこれ。あ、いいかもね。サポーターと2人1組でサボテンで、サボテンやろうか。サボタリこうしてもらう。選手じゃない、選手の上で選手のこうやってさ。それじゃあ決まりな。1個組体操のサボテンね。サボテンこうやるだけ。別に沿わない。平和だね。え、それやるだけってこと？やるだけ。めちゃめちゃ面白くない？拍手して終わり。終わりってこと？あ、めちゃくちゃ面白いよ。いいや、好きな選手のな、上でサボテンできる。確かに確かに、サボテンできる。なかなかないから。嬉しいっすか？俺したいよ、これ。確かに一番面白いね。じゃあ1個それで。1個それね、決まり。決まりました。ほんまに、まあ、候補ね、候補、ね、候補、候補出していくだけなんで、候補出しよう、はい、出しよう。子供とかが参加できるようなそう、あーいい、やっぱやっぱそこ、うわ、決めてんな。やっぱ子供ってさ、いや、すげー元気やから。わ、すげーなんやねやっぱ。味噌汁で結婚してねえのに。子供いねえのに。犬飼い出してるのに。もう独身街道まっしぐらじゃん。ええやん。かわしてよ。鼻だっけ名前。耳やん。V 違い。耳。じゃあ子供参加できるから物借り競争はやろう。借り物競争。俺物借り。軽ドロと、軽ドロとドロ系みたいに言うの。正解。カリロちゃん地元では物借り。うちの地元では。あ、そう。裏表もグッパやから。あ、表か。え、裏表。裏表ってわかんないですか。裏表ね。グッパあるじゃないですか。うん。それ宮城では表か裏でわかるんですか。裏表って。そうなん。日本。誰が外人。お前もやった。誰が。本当だ。じゃああとは2つ目出たでしょ。借り物競争やろう。やろう。絶対やろう。最後もうみんなでリレーちゃん。最後やりみたい。それは多分選手だけ、なんか選手だけで見たいよね。ユニフォームで、ホームアウェイで。あ、いいね、2チームで。それは最後多分見たいと思う。何チームか、3チームぐらいで分けた方がいいんちゃう。確かにね。いや、2チームやったらさ、広がりすぎて。けどそれか3チームとかでもいいかな。言うとみたいやけど。30人ぐらいおるから3チームで10人でいいんじゃない。3チームとかでさ。天丼。陽気なおじさんだな。あとやっぱさ、あの選手だけでやる運動の競技があるときはサッカー以外の競技にやらせる。いや、それは絶対そう。絶対しょ、うん、サッカーできんのはもうみんな知ってるから。そう、サッカーできなくてバカホなんか運動中で作ったらめちゃくちゃ面白い。ああ、確かに。そうやろね。ちびっこ乗せてきませんよ、選手が土台で。ああ、ありかも。お前、妥当なとこしか来ねえな。お前、いいとこつくな。いいとこ攻めで、うん、ありだね。騎馬戦な。騎馬戦ありだね。あと何があるかな。けど一個、あいつが言ってたのが、ブラ外し競争っていうのをやりたいなって思って。めちゃおもろいやつさ、それはさ、めちゃめちゃええ。それおもろいな。障害物競争じゃん。え、あ、障害物競争や。あ、いいよ。最後に借り物、借り物が途中に入るみたいな。ああ、普通そうやんな。あ、でもそうかもしれないですね。確かに障害物で、で、くじ引いて、借り物借りてきて、最後これしよう。雨かがね、白い雲で。いいね。あれじゃん、バランスボール回してってどっかに入れるみたいな。あ、いいね。まあ、確かに選手とサポーターがこう背中同士で挟んで、いいね、いいね、こう競争するみたいな。いいね、うん、確かに。そのリレー選手とさ、触れ合いやからファンって、うん、確かに。そういうのが入れてった方がいいかな。急に、ちょっと待って、ちょっと待って。いやいやして言うな。真顔で言えよ。そう、だから選
選手とファンが触れ合えるのが一番いいんじゃない。確かに確かに。そういう企画にしましょう、やっぱり。確かに。けど一番いいこと言ってるよ、うん、今日本当に。それやからまず。あ、すごいな。そういうとこを見てるんですね。そうそうそう。違う。じゃ運動会だから。ストリーゲームとか。あ、いいね。あ、だからあのリンカーン大運動会要素のやつ、ね、あの乗るやつみたいな。あれ、うん、めちゃくちゃ。あれはあれよ。あ、乗るやつ面白いかも。乗るやつ面白いじゃん。あ、乗るやつやる。第二マックス何人乗るやつ。あ、それいいね。で女性入れてね。あ、いいや。女性入れてね。いいじゃんいいじゃん。いや違う違う、触れ合いよ。いいじゃん。いいじゃんいいじゃん。だから結婚できない。それ面白いもん。ありかも。あれやろ。あれいいね。あと3つぐらい出したい。できれば。スパパパーンって。バババババババーン。3つぐらい。その顔見えてないやん。声出てたよ、お前。顔で言ってたやんか。見えてない。運動会だから、なんかあれだよね、うん。クイズ形式とかで面白くない。あ、いい。いや、いいんじゃない。なんか選手と競技とか何か。丸バツクイズ。あ、やろうよ。で、最後に残った人が優勝。うん、おい、やろう。せぇなんで俺フラッコ食ってもらえられてんだよ。それか、あれだから、サポーター、ファン、サポーターもさ、チーム分けする最初。面白いんちゃう、うんうん。あ、そう、赤組、白組。俺らの、このホーム側、アウェー側のチーム、そうそうで、まずチーム2つ分けるじゃん。あ、それええかもな。そう。丸バツゲームやな。サポーターも入れた。お邪魔すんな。サポーターも入れた。うん、あの、なんか、勝敗、うん、あ、来たよ、チーム戦ね。確かに、それも面白いね。面白いよね。いい、あ、やろ、丸バツ。丸バツクイズありだね。あり、スーカーウルトラクイズ。あ、ありありあり。ここピンピンコーンって丸バツね、最後の答えと景品でいい。ありだね、うん、すごいいいと思う、それ親子で参加みたいな、うん、めちゃくちゃいい。いいね。あ、あとさ、あれやろうかなと思って今あの鈴鹿のサポーターとかいつも最初ラジオ体操してくれるから、うん、準備体操でラジオ体操。あ、それはしよう。開会で誰か前でインストラクター真ん中でやろ。ノグさんとかええな、ノグさんにラジオ体操やらそう。ノグさんにやらそう。一番違うな。ありだね。いいね。いいな。で、先制して先制先制バンカーテーマ運動会でも全部ちゃんとやろうや。確かに、ちゃんとやる運動会を。で、だから選手の入場もやろう、ちゃんとやろう。入ってきて、で、そこから会場体操して、で、監督挨拶とか、ちゃんとやろうか。キャプテン挨拶とか。あ、面白いね。来賓の、うん、ちょ、聞いてゲンタ、ゲンタちょっと入って、これ一緒に入って。ないや、あと2つぐらい運動会の競技。運動会の競技、運動会もうちょっと詰めて、詰めて。ありきたり結構出たから。ありきたりのやつ出たから、ちょっと癖あるやつというか。そう、大玉転がし。いや、ありきたり。鬼ありきたり。なんだろう。あれは、あったわ。何？フォークダンス。あ、いいね。うん、よくない、フォークダンス、うん、やろ。めっちゃ自信ある。ふざけてんのか、ガチなんだよ。ほんまほんま。いや、マジやろ。フォークダンスよくない。やろ。後悔だよ、その運動会。聞いたことない。え、何？俺やってたよ、フォークダンス。マジで。運動会で、中学校も高校変わっていくんですよね。変わっていく、人ね。テレ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 。そんなのっすか。いいね。やったことあるやろ。あるよな。やろ、それ。ええやんな。うん、ダンスか。僕らと踊れるやつと、うん、だからファンでやれる人参加して、うん、こうだって、こう手つなぐから。で、サポーターと選手で。あ、確かに、ね、そうそうそう、確かにやろう。いい選手だな、ほんとに。いい選手だな。いいやん、ええやん、こういうの。そうだ、フォークダンスええやん。好きな選手とフォークダンスできるって。確かに。怖いな、それ。やろう、絶対、絶対やろう、それ、うん、フォークダンス、うん、じゃあラスト入れといて。うん、フォークダンスね。じゃあ、あと一つぐらい、なんか、なんかめっちゃやべえやついいんじゃん。あいつやべえやん。なんかないかな。これ、なんかアイドルとかいくよ。何アイドル。ここの、ここからここの。ああ、状態そらし。状態そらし。ロンハー運動会。ロンハーか、確かに。スキーに狭っ。ロンハーのさ、あの、ローションでこう滑って。やりたいそれ。ロン
ローションやりたいね。ローションでさ、何メーター進めるか。やりた、うん、あれええやん。絶対 NG やけど。絶対 NG。 絶対 NG だわ。やりたいね、そういうのやりたいね。ローション相撲とかな。うん、面白そうっすね。オールスター感謝祭のやつやる。では12月の8日日曜日、おそらく昼ぐらいからやりますので、ぜひ来てください。お願いします。お願いします。場所は第二桜幼稚園です。迎える、迎えろ。12月8日第二桜幼稚園でお昼頃からアニメ大運動会やるんで、ぜひ皆さん参加してください。お願いします。お願いします。お願いします。